場になります。展示場2つある給餌口からおやつをあげます。また本日大変混雑しておりますので譲り合ってのご観覧ご協力お願いいたします。でまずこちら失礼します。かわいい。このあとですね、こちらの草を取ります。スナネコたち、この穴から手を一生懸命伸ばしてくるので、この穴には手は近づけないようにご注意ください。また、おやつをあげる前にあちらにいるお姉さんが大きな笛の音を鳴らします。大きな音が苦手なお客様、ご注意ください。また写真撮影や動画撮影していただいて大丈夫なんですが、フラッシュ機能、光が出る機能はオフにした状態で撮影をお楽しみください。はい、それではこの後おやつを捧げていきたいと思います。じゃあ、あちらのお姉さんが笛を鳴らします。お写真や動画撮りたくてる様、後ろのお客様と譲り合いながらご覧ください。みんな食べてる。スナネコについてちょっと紹介をしていきたいと思います。スナネコは北アフリカや中央アジアなどの砂漠地帯に住む猫科の動物です。一緒だね。世界最小級の野生猫と一緒だ呼ばれておりまして、体重は約 1.8 キロから大きくても3キロほどまでしか大きくなりません。今あげているおやつはこちらの赤いお肉が生の馬肉です。そしてこちらの白いお肉は生の鶏肉、肉食動物です。この時間のおやつは馬肉と鶏肉を食べていますが、この子たち夜ご飯何を食べているか分かりますか？イメージできますか？あそこにある骨は鹿の骨ですね。あれもおやつとして天井に吊るしています。よくですね、キャットフード食べるんですか、チュール食べるんですかと言われるんですが、この子たちが食べているのはヒヨコとネズミです。はい、骨ごとバリバリと噛み砕いて食べてしまいます。とっても可愛らしいんですが、れっきとした猛獣なんですね。かわいい。はい、今見えますか、鋭い爪も持っています。立派なハンターとして厳しい自然環境の中を生き抜いています。はい、この子たちは砂漠に住む動物なので独特な特徴いくつかございます。まず立ち上がった時に皆さん足の裏にご注目。猫の可愛らしいプリプリした肉球見えますか？見えない。見えないですよね。そうです、足の裏ふさふさと長い毛で覆われています。この子たちが住む砂漠の砂はとっても熱いです。足の裏やけどをしないように保護する役割を持っています。そして大きい耳、大きい耳の入り口も長い毛で覆われています。これも砂漠の砂が風に吹かれた時に耳の中に砂が入らないようにするための仕組みだと言われています。はい、ではここで皆さんに一つクイズを出したいと思います。こちらのスナネコの展示場、よくご覧ください。他の動物たちの展示場にあって、スナネコたちの展示場にないものがあります。それは何だと思いますか？あ、大正解、ありがとうございます。この子たちの飲み水は設置されておりません。実はですね、スナネコたちは乾燥に強い動物なので、ほとんど水を飲まないんです。なんですが、やっぱり生き物ですので水分補給はしなくてはいけません。じゃあこの子たちは何から水分を得ているのかというと、こういった食べ物、お肉に含まれている水分を効率よく摂取することによって、乾燥した砂漠の中でも強く生き抜くことができるんです。はい、こちらの天井の給餌口、抱きしめてる。はい、スナネコたちの目線より上にありますよね。
よく食べにくいんじゃないですかって言われるんですけども、高い位置に給餌口があるのにも理由があるんです。はい、こんな風におやつをあげるときに、はい、この子たち立ち上がってくれますよね。普段見えないお腹や手足、怪我をしていないか、お腹が張ってしまっていないか、こんな風におやつをあげると同時にボディチェック、健康状態のチェックも行えるようになっているんです。こちらの展示場にいる4頭のスナネコは去年生まれた4姉妹です。今2頭2頭分かれているんですけども、面白い形であちらの2頭が人工保育で育った2頭、こちらの2頭はお母さんが育ててくれた自然保育の2頭です。上手に自然保育と人工保育の方で分かれて食べてくれています。お名前はあちらからご説明しますね。アミーラとハリーヤ、そしてサリーカとマシュリク、4頭ともアラビア語の名前をつけていただいております。この4姉妹とっても似ていますよね。そっくりなんです。見分けがつかないよとよく言われます。しかし見分けるポイントいくつかあるんです。一番わかりやすいのは尻尾の模様です。それぞれ4頭尻尾の模様や体の色に若干違いがあるので、そちらで見分けることができます。4頭パッと見で見分けることができたら上級者です。皆さん頑張ってみてください。はい、じゃあこちらお肉は最後になりますね。はい、こちらでおやつは完食です。これ以上食べると夜ご飯が入らなくなってしまうので終了したいと思います。この後ですね、スナネコたち汚れた手をきれいに舐めるグルーミングという行動を行いますので、そちらもぜひご覧ください。ぜひください。はい、ごちそうさまでした。あなたもスナネコたちの可愛い姿をゆっくりご覧ください。それでは本日はありがとうございました。